始まるよ。準備はいいかな？それから、最後ですね、物に関する、責任、一番最後は動物占有者の、責任と言われるやつですね。例としては、ケース255を見てみましょう。Y はとアメリカンピットプルデリアというのがという獰猛な種類の犬、ちょっと獰猛な種類の犬がどんなんか分からなかったので、ネットで検索したらこのアメリカンピットプルデリアというのがすごく獰猛らしいということで出してみました。という獰猛な種類の犬を飼っていたが、 Y がこの犬を連れて、公園で散歩中、誰もいないので犬と、飼い主とつなぐリード、これを話したところ、 Y は公園外を歩いていた、X に噛みついたと。その結果 X が怪我して治療費用で30万円損害生じたと。で、 X は Y に対する損害賠償請求認められるかというような問題ですね。で、この時に出てくるのが、まあ、物から生じる、損害ですね、の2つ目であります、718条ですね、動物の占有者の責任です。1個です。動物の占有者はその動物が他人に、加えた損害を賠償する責任を負うと。で、ただし動物の種類及び性質に従い相当の注意を持ってその管理をしたときはこの限りではないと。で、2項で占有者に代わって動物を管理する者を全項の責任を負うということで、この動物の占有者が責任を負って、それは1項正し書きを見れば分かりますように、これも中間責任だということですね。それからあとはどこですか。これさっきの土地工作物の責任のように、占有者損害の発生防止、発生損害の発生防止するのに必要な注意したときには所有者が賠償義務を負うというような規定が717条ですが、718条の方はこれ占有者がもう一元的に責任を負うということですので、したがって最終的に相当の注意を持って管理したときに、それでも事故が生じたという場合には、これはもう所有者に対して責任追及するというのは昔責任の規定はないわけですね。こういうことでございます。で、すごく一般なんですが、今日は例えばこのリードを離す、飼い主がリードを離し噛みついたら、これも一般的にもう718条の要件を満たすんだなんていう裁判例がですね、ちょくちょく出ておりますね。はい、ということで、このような工作物責任とかですね、動物占有者の責任、こういった、物から生じるこういう責任ですね、これが、最後に出てくるのだということでございます。はい、ということで、こちらの方、解説ですね、すべて終わりました。はい、どうもお疲れ様でした。おう。